ヘアターバンみたいにしているね、このスカーフ、これがねやっぱり私ちょっと気になります。うん、試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね4月9日に発売されます花田島さんのコレクションについてお話ししたいと思います。花田島さんとユニクロさんのコラボの商品です。で、デザイナー花田島さんはイギリス人なんですね、基本的にね。もちろんその日本のルーツを持ちということで、全くね花田島さんというだけあってお名前は完璧に日本人のお名前なんですけれども、イギリス生まれなんですって。まあ彼女のさまざまな文化多様性というものをすごくやっぱりフィーチャーしているというか、すごく取り上げられているんじゃないかなっていうようなところなんですね。特に私、彼女の商品にインスピレーションというか、何かこういいなと思ったものっていうのが洋服ではなくて、実は、まあ、彼女もサイトの中で頭につけているヘアターバンみたいにしているね、このスカーフ、これがねやっぱり私ちょっと気になります。ツヤ感もすごくいいし、これ多分ねシルクなんだと思います。で、すごくね大判な感じで、もちろんルック袋にもねしているように、頭に巻くだけじゃなくてリボンのようにね首に巻いたり、それからこのねポニーテールに巻いたり、いろんな使い方をされているんですよ。で、パッと見た瞬間、私ねまだこの商品が細かく載ってない時、田島さんのストールを頭に巻いている、ターバンを頭に巻いている写真見た時に、何これ出せばいいじゃないとまず言ってしまったので、よく見たら、あ、売ってるんだ売ってるんだと思って、今までねちょっとしたストールやちょっとしたスカーフみたいな 50cm×50cm だったりとかあったんだけど、これぐらいね大判でおしゃれに決まりそうな、なんかストールっていうの今までユニクロさん出してなかったので、こういうね洋服だけじゃなくて小物にもっとフォーカスしていろいろ特色を出していただくとユニクロさんいいなっていうふうに感じます。で、そういう意味ではね、まあ、彼女のそういうセンスっていうのが多分ユニクロさんのまた DNA になっていくんじゃないかなっていうふうに感じます。お洋服に関して言うとね、私はそんなに正直欲しいっていうのがそんなになくて、ごめんなさい、正直なことを申し上げますと、ワンピースとかクロップドパンツとか、確かにそのナチュラルでね、まあ、彼女がメッセージを発信している中でも、その家でこうリラックスしてとか、その心地よさみたいなもの、快適さみたいなものをアピールしているのはすごくわかるんだけれども、私がこのコレクションの中でやっぱり気に入ったのはヘアターバンにできるストールですね。これがやっぱりベストじゃないかなって私は思います。だから皆さんもねぜひともストールをトライしてみたいだったらいいんじゃないかななんて勝手に思ったりなんかしてます。なんかねどうしてもねイメージ的にねイギリスというよりもねインドの感じがするんですよね。だから私の勝手なイギリスとインドの関係みたいなものをね勝手にこう引き出しから引っ張ってきたのか、なんかこうイギリスっていうよりもアフリカとか、それからインド、スリランカっていうようなね、そんな印象がすごく感じられるかな。プリントスクエアストール1500円、これね、サイズがどれくらいなんだろう、今まで私知らなかったんだけど、彼女結構長いことをこのユニクロさんとのコラボをやってらっしゃるみたいね。不勉強でした。このジャケットは結構綺麗なんじゃないかな。 A4 リネンロングジャケット、リネンタックテーパー、レイオンリネンタックテーパードパンツも割と綺麗そう。ただ結構身長がないと難しそうな感じがするな、この雰囲気。このプリントのストールが1500円で、この人の 50cm×50cm、 この頭に巻いてるののサイズじゃないのかな、 50cm×50cm、 50cm×50cm だったらそうか、いつもよくイネスなんかは 15cm×15cm ですもんね。 50cm×50cm だったらまあ十分使えるのかな。はい、というわけでなかなかねちょっとまあ正直なところ私はっきり言いますので、私としてはちょっと魅力がそんなに引き込まれるような感じではないんですけれども、ストールだけはまずおすすめ。それからあとはねジャケット、04リネンジャケット、あれもなかなか素敵だなと思いました。というわけで9日実際に店舗で拝見したいと思います。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと、いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。